はい、どうもラヤホンです。こんにちはということでやっていきましょう。ルチナさんでございます。なんやかんや得意で得意じゃない感じのキャラなんですが、まあなんかね、本当にガノンに対してベストな立ち回りをされると俺は苦手なんですが、まあ、逆に割と甘えてくれると俺は結構得意このキャラクター。さあここ風紀阻止当たっちゃうと僕はもう詰むんですが、そこはしっかり避けていくと。もうどうしても風紀阻止はされてはいけない。捕まれちゃってこれ空中前来そうなんだけど来ないっていうところがちょっと嬉しい。あそこで来てくれるようなあのガチガノン撲滅系のルキナは本当に俺苦手なんですけど、ああいうところで来ないちょっと優しい感じの、甘いなんかな分かりませんけど、優しい感じのルキナは僕得意というかあんまり嫌いじゃないしやりやすいですね。おっ、危ない。横スマがね、崖下に当たっちゃうんで割れそう。パリーン、よしよし、パリーンできませんでしたが、まあバーストということで、まあ結局まあバーストはもう約束されていましたということで、あとはこれもう 96% ですが、おそらく 96% から横スマとかで死ん、こい、うわー、剣には勝てず我の拳マジで、まあ読みは合っていたんですが、まあ読みというか、まあ、完全に来るのは分かってたんですけど、まあ拳は剣には勝てませんでしたということで、次回作はぜひね剣に勝てる拳を作ってください。ガノンさんよろしくお願いします。さあ食えぬして掴みたい、掴めないけど横 B 掴めない、当たんないか、空中前来るかな、割りにくそうやね。ちょっとね、ちょっとシードブレイクされちゃうとさすがにガノンちゃんでも、まあフルホールドとかの横スマとか何やったっけ、あれ NB、 これの最大ためとかは死んじゃうと思うんで、さすがに怖い。よし、こういう感じで今来てくれたとしても結構厄介な副都市でもカウンターできれば割とね、まあまあやりやすいですね。今の割りあんのかい割らしてくれ、カウンターしろ、カウンター、はい、さあこんにちは、キャプテンファルコンなんですが、注目すべきはこのキーコン4つ目と書いてあるんですわー。ということでちょっとさらされる前に倒すか、もうチンプレイするか、どっちか、俺が勝つかチンプレイするかじゃない、ちょっとね俺悲しいんで、ちょっとやめて、危なーいマジ震えて死にそう、マジで、あ、膝当たったら死にますわけで、あー、ファルコンまで慣れてるはずなんですけど、なかなかやばい、あ、いやいやいや、これは相手のね、あの配信のコメント欄かなり盛り上がってると思いますが、僕はそれでもめげない、めげませんよ、そんなんじゃ俺はめげない、よけて、はい、空母、できない、リダージャンプ、空母、はい、あい、いかないか、魔人剣、当てれないか、イエーイ、やったー、これでお相手の配信欄、大荒れでございます、何を言うてん、俺、ちょっと分かんない、ちょっとね、まあ、配信、されていることをしっかりね、受け止めて頑張っていきましょう。ここ魔人剣甘えろ。あー、やっぱり出ないな、さすが配信者って感じ。なんかなかなか顔面出てくれませんね。あー、間に合わなかったか。膝、はっ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 、膝、やめて、回避しろ。ふぅ、あ、よし、半角枯れやんだら僕は泣いておりました。その場さようなら、オッケー。さあ頑張って勝てる希望は若干ありそうなんで、ちょっと相手の配信で、やっぱり人が配信してるところで勝つっていうことよりね、まあ、気持ちのいいもんはないので頑張っていきましょう。あ、危なっ、あお、危なかった。しっかり同じことを抑えてやられるところでしたけど、来い、よし、さすま、うわ、こっちだ、危ねえ、後ろ投げじゃまだ死なんだ、これはね、まだ死なん、来る、危なーい、よいしょ、あぶ、はっ、いやー、耐えたし、我、耐えたし、あ、なんか出せばよかったね、ちょっとね、脳筋、こういう時にね、俺の脳筋は発動しないんですよ、あ、脳筋発動、さあ、こんにちは、お願いします、ガノンお坊ちゃん、ガノンお坊ちゃんじゃないか、ガノンさんでございます。最近ガノンさんなんかね、俺の行動を呼んでくる系男児が多いので、ちょっとね、マジやめてほしいんですが、危ない、本当に最近ガノンがなんか勝てないというか、なかなか対ガノンスランプ的な来てるんで、ちょっと、マジで頑張らなあかん、ね。実況を通じて頑張っていこう。さあ、今の横スマはさすがに後ろを回避しても当たらんとは思うんですが、なかなか多分、あれを見る感じ、この人なかなかやばい読みをしてきそう、今のは俺の甘え。甘えっすよって、マジね。言われちゃうよ、やりに、やりさまに言われそう、マジで怖いっす、本当に。
早くコラボしたいんですけど、まあ、忙しいらしいので僕もね辛抱しながら待ちます。まあ僕も、まあ、実際僕もなかなか部活もあって忙しいところもあるんであんまり時間が合わないかもしれないけど、夏休みに一回はねちょっとグンさんとコラボをねまた久しぶりにできたらと思ってます。ということでこれ来い、ありがとう。えマジか、えあい、よしよしよし、70ドラッパー横須賀で死んじゃうね、これやめて、あ、そんなこと言うからさ、あかんって、フラグがちょっとフラグ、ガチフラグやめて、やめて、もうやめて、やめて、くそ、よいしょ、やばい、やばい、よし、こっから俺のターン、つかめ、よし、俺のターン、お願い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 、その場、え、うそん、あーやったー、ここですよ、ここ、この端っこで黒を当てていくと、えマジ怖っ、マジ怖っ、やばいで、うわやはり俺の思っていた通りやばい人間やった。あ、今の横島にしようだけどね、助けてくれましたね、僕の死にポイントを。あ、やばい、これれっきで死ぬんすわ、このパーセント、いいんすか、おらおら、あれ、はい、こんにちは。ハムさんよろしくお願いします。さあ、初手で決めていくから、ジャンプすると呼んで、体こっち、しっかり読みで 50% 稼いで、しっかり 79% 来て、来い、魔人剣来なーい、よし。まあ、そういうこともありますね。まあ、しっかりね、こんな一気に70何番も、まあ、溜めたことが僕にとっては、やはりね、誇りであります。やめて、やめて。バーストまで持ってきればよかったんですが、なかなか難しいですね。やめて、うわ、剣強し、剣ガノンのお股より強し、やめてよ、絶対横見したって、なんで上見てんの、おいおい、ジョイコン、お前何してる、あ、ごめん、ちょっと待って俺復帰しました、ちょっとみんなちょっと何止まっとるんやろ、ちょっとなんでこの人止まっとんやろ、ちょっと思われたかもしれませんが、ちょっとジョイコンと話してました。やめて、ワルド、うわー、カスでしたね。オッケー、よし、バースト、よしよしよし、 13% でよかった、頼むよ、本当にジョイコンね。たまに反逆してくるんですよね、ガチで。あ、あぶね。あー、反転ジャックうめえな。あ、掴んでもよかった、今のは。からの、魔人剣を、ポーバー、嘘ー、メテオーピー、よくやった、ジョイコン。よし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 。今のはかなり素晴らしい。今のかなり素晴らしい。さすがジョイコン。ね、さっきの、あのミスをね、しっかり補ってくれる神プレイということで。よくやったジョイコン、本当に誇らしい俺は。さあハムよ、立ち向かってこい、勇者として俺に。さあ割れていく、割れないか、あの上火、あ、ジャンプ読みはできましたが当たりませんでした。あ、やばい、下スマは当たらずか、ジャスガードンできず、クエヌ、クエヌで進んでいけ、とりあえずクエヌ、相手もとりあえずクウマイしてますから俺もとりあえずクエヌしないんです。あー耐えて、よし、え、あ、危な、今の死んだと思った、読みで、よし、やばい、あ、マジ、なんか一発当たっちゃうとなんか確定かなと思っちゃうんですよね、なんかあの空中前が怖くない、はい、当たんないか、ちょっとゲップ出そうやからちょっと早くバーストしたい、あかん、ゲップ出すと本当にまずい、今日食ったわかめスープが出てきそう、ガチでやかん、わかめスープがゲップ出ると本当に臭いんすわ、あ、危ない、ラッキー、わかめスープはセーフ。さあベオネッタさん、こんにちは、よろしくお願いします、おっす、よろしくお願いします。さあレッキー、さあベオネッタの横火にあの魔人剣を当てやんとあかんっていう僕の使命があるので、ちょっと、あ、危ない、おお、なかなか怖いね、復帰がね、なんか Wii U 版とはなんかまだね違った立ち回りをしてくると思うんで本当に怖いんですよね。さあどうするか、さあ俺シールドがちょっとあんまないんでちょっと怖いんですが、これダイヤリステージということでちょっと、ね、ダイヤがある時しかできないようなコンボをしていきたいんですが、あ、これ上で死ぬかな、ずらしていきましょう、頑張って、横火来たけど、あー空中前来るよな、食えぬ、よしよしよし、あんまり復帰阻止は小屋ん系か、掴んで、あ、後式あんまりないんだ今作は、よいしょ、オッケー、よし、あ、今作は出たけど後式ある方なんですけどね、なんか思ったよりなかった、ちょっと俺の思ってるね今作のベオネッタが本当に弱いイメージがすごいんでダメやったかな、これ事故とかな、事故ってはくれないと。さあ空下、ほらかなりね後式あるでしょ。さあ横火からの、あとなんか横すばよかったかな、まあなかなかバースト力もあんまりなくなったと言いますか、あー事故って、あー事故、なんか結構事故りやすい人が VIP でもね量が多いイメージなんですけど、こい、あージャンプが足りんわ、
あと1回ジャンプしてくれれば俺の魔人剣は華麗に当たっていたのに、やばい、こっから即死コンボ持って帰ることもあるんで、しっかり横してもらっていくと。今のはラッキー、まあ、しっかり下にずらすんですけど、 Wii U 版みたいになかなか今作はずらしにくいらしいんで難しいですね、魔人剣。あ、うわー、ウィッチタイムでよかったんやな。なんかね、タイミングをね、たまにはって感じなんですけど、さあデッキで帰ってくると、あー、あの台がなかったらガノンクローで追い打ち行ったんですけど、来るわ、うわ、あー、つかまれちゃうか、来るね、あー、あれ、ウェビー1回でも当たっちゃうと、あれはね、あの外側に行っちゃうっていう特性があるんですよね、あの Wii U 版から。でクリア、横火しないね、なかなか横火しない、回避しない、危ない、よし、しっかり逃げる、逃げる、よし、オッケーオッケーオッケー、はい、はい、拳拳